ぜひチェックしたいニューオープンの注目店。まずは備長炭で焼いた本格的なもつ焼き。去年の11月にオープンした静岡市葵区昭和町にあるもつ焼きまっちゃん。店内はカウンター席とテーブル席、おしゃれな空間でゆったりとお料理を楽しめます。そんなお店のこだわりは、朝引きされた新鮮なお肉を毎日食肉センターから仕入れ、お客様に提供させていただいております。良い点としましては、まず臭みがないというところと、お肉本来の旨味を味わっていただけるというところですね。さらに焼きにもこだわりが。当店では備長炭を使用しておりまして、高火力で焼き上げることによって炭特有の香りですとか香ばしさを味わえるお店となっております。人気のメニューはおまかせ串盛り5本。今回はタン、のど笛、ハツ、ハラミ、レバーをご用意。のど笛が豚の喉の生態あたりの部位になるんですけれども、コリコリと食感、その食感を味わう部位にはなっておりますね。ちなみにお皿の脇に添えられている赤いものは、自家製の生姜味噌となっております。紅生姜とお味噌に少し唐辛子を加えておりますので、ピリッとした形となっておりますね。もつの上に乗せていただけば、また一味違ったもつ焼きが堪能できます。さらにニンニクがたっぷり入った醤油ベースの特製ダレを、ほほ肉にたっぷりとかけたほほ串スタミナも人気。口に入れた瞬間、ニンニクの旨味が広がります。そして常連さんたちを虜にしているのが、低温調理された炭刺しとハラミユッケ。この2品は当店の一押しのメニューでして、常連さんの方も新規の方も頼まれるようなものになっておりますね。低温調理された炭刺しにごま油をたっぷりと、ネギと生姜を乗せていただきます。ハラミユッケはタレがポイント。醤油ベースで隠し味にコチュジャンを使用しておりまして、パンチの効いた辛めのタレとなっております。ハラミに特製ダレを絡め、卵の黄身を乗せて完成。特製ダレの辛みと黄身の濃厚さが絶妙に合った一品です。さらにもつ以外にも人気のメニューが、それがこちらのミルフィーユハムカツ。ハムとチーズを重ねて5層に、熱々サクサクで病みつきになること間違いなしです。もつ焼きから肉刺しまで、いろいろなもつを堪能できる静岡市葵区のもつ焼きまっちゃんです。